宇都宮二荒山の神社。宇都宮二荒山の神社。宇都宮二荒山神社。引く二ら山神社は、栃木県宇都宮市にある神社。式内社、名神大社論社、芸屋国一宮。旧社格は、国兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。神門は、三つどもえ、菊に三つどもえ。正式名称は、二荒山の神社であるが、 日光の二良山の神社、二良山神社との区別のために鎮座地名を冠して、宇都宮二良山の神社と呼ばれる。古くは、宇都宮大明神などとも呼ばれた。現在は、通称として、二良山とも呼ばれる。宇都宮市の中心部、明神山、薄が、峰、標高約135メートル山頂に鎮座する。東国を沈めたとする。 豊吉入彦の命を祭人として古くより数敬され、宇都宮は当社の門前町として発展してきた。また、社家から武家となった宇都宮氏が知られる。社殿は創建以来何度も火災にあっており、現在の社殿は母親戦争による消失後の明治10年、1877年の再建。文化財として国認定の重要美術品である件星株と、 鉄製狛犬などを有している。主祭神については、時代によって彦瀬真島王、郷書別王、彦瀬真島王の子、ことしろぬし命、兼魚名家大のち、日光三書神など小説ある。江戸期には、日光山大明神と称されたこともあり、天保十四年、千八百四十三年には、大名鞠の命、ことしろぬし命、兼魚名家大のちが祭神であった。 社殿では、仁徳天皇41年に、下野国が下野国と上野国に分けられた際、下野国国像に任じられた奈良別王、奈良和家の君が、祖祖父、豊木入彦の命をこの地域の氏神として祀ったのに始まると伝え。ただし、それ以前に豊木入彦の命によって、三輪山から誕生された大物種名が祀られていたとも伝えられている。地元では、 当社に参拝すれば下谷国にあるすべての神社のご利益を受けられるとされ、人々の信仰を集めた。当初の鎮座地は、現在地から大通りを隔てた南側にある荒尾崎、原設社家の宮が鎮座であったが、昭和5年838年に、現在地の薄が、峰、明神山に遷座した。二ら山の神社を名乗る神社は、関東地方を中心に数多くあるが、 中でも、当社と日光の二人山の神社の二社が古社として知られている。平安時代中期の縁起式神明朝には、名神大社として、下谷国河内郡二人山の神社の記載があるが、その貴族をめぐって、日光社との間で議論がある、二人山の神社を参照。その後、神海は小一くらいまで進み、下谷国一宮となったとされる。ただし日光社も一宮を称する。 豊吉義彦の命は武徳にも優れ、藤原秀里、源頼近、源義家、源頼朝、徳川家康など著名な武将らも戦勝を祈願し、主事の寄進や社殿の改築をしたと伝えられている。平野正門の乱にあっては、藤原秀里がこの神社で授かった霊剣を持って、正門を打ったと言われる。また、平家物語によると、 やしまの戦いにあって、那須与一は、平家戦場の扇の的をいる際に、日光権源、宇都宮、那須の温泉大名人と祈ったという。また、宇都宮氏の初代当主であり、宇都宮城を築いたとされる、摂関家、藤原北家道県流、藤原宗園が当社の宮司を務めたという説もある。宇都宮氏は、藤原宗園が、この地の豪族で、 当時の当社の雑誌であった、下付の市内市中原市と隕石関係となり土着したのが始まりであり、当時の毛野川、当時の絹川流域一帯を支配し、平安時代末期から約500年間にわたり、関東地方の治安維持に寄与した名家である。書流に、日立国守号お出しや竹主家氏がおり、また毛野川東岸及び古海川流域一帯を支配した木資料等とも隕石関係にいった。 宇都宮という地名は当社に由来するものとされる。ただし、一宮の名という説、先座したことから、宇都市の宮の天という説、二良山の神の元宮、宇都宮という、豊吉入彦の命が、東国の総刊として、ここに十四国がよく収まったことから、美しき宮と呼ばれ、それが、宇都宮に転じたという説など諸説ある。明王九年。 1498年に17代、当主宇都宮製綱によって建て替えられる。明治20年、1887年3月17日の内務省訓令第15号、韓国兵舎保存金制度により、以降15年間にわたり韓国兵舎保存金が配布された。2014年に、火炎太鼓出しを修復。2016年に、1913年まで、 菊水祭で使用されていた桃太郎出しが修復され復活した。桃太郎出しは長さ約3.7メートル、幅約2.7メートル、最大の高さ約5.65メートル。2016年、母親戦争で新政府軍が下野の戦いで使った菊の紋章の旗2点が当社で見つかった。白鈴子五門の旗は白い絹に墨で菊が描かれ。 縦 332.4cm、横 58.9cm で書き付けには、宇都宮藩奉能とある。菊後門暮れない大師藩は、紅色の絹に菊が描かれ、縦 164.8cm、横 154.9cm で書き付けには、のつ三宝奉能とある。当社の社殿は、かつては二十年ごとに建て替えられていた。 また、戦国時代以降は戦火あるいは失火による消失に見舞われ、天正十三年、1585年の後、北条氏の宇都宮信仰の際、安永2年、1773年の宇都宮塾における大火の際、天保3年、1832年の火災の際、さらに宇都宮戦争、母親戦争での慶応4年4月19日、 1868年5月11日の第一次宇都宮城工場線の際に消失している。現在の社殿は明治10年、1877年に明治新政府によって仮社殿として再建されたものである。正面の石垣は江戸末期のもので、高架3年日の絵馬正月吉日の記載がある。12月15日、冬、私祭りと1月15日、 カルト祭の2回行われる。祭神を旧社地、荒尾崎から、現在地、薄が、峰に移した祭の先座の儀式を伝えている。祭神はその2日に分けて渡ったと考えられ、どちらも、オタリアと呼ばれている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。